今日作るスイーツはカスタードクリーム。はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日も楽しくスイーツ作りをしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日作るスイーツはカスタードクリーム。カスタードクリームね、本当あの各店舗違う配合とやり方でやってますんで、非常に面白いのかなと思って、あのカスタードクリームをやりたいと思います。ただあのカスタードクリーム、あの各店舗本当違うんですけど、基本的に一つだけあの全店舗同じことをすることが一つあります。それは何かというと、この土鍋洗い、この土鍋洗いから始めていきたいと思うんですけど、これあの洋菓子屋さんだったらみんなもうどうやって洗うかっていうのを知ってます。基本中の基本です。そこからまず始めていきたいと思います。レモンとお塩を用意しましょう。レモン果汁、お酢でも OK。塩を入れてレモン汁を絞ります。どれだけ変わったのか、ビフォーアフター。綺麗になった銅鍋でカスタードクリームを作りましょう。まずはレシピ。牛乳、卵黄、グラニュー糖、薄力粉、コーンスターチ、バター、バニラになります。